島崎正樹11月29日は幕末の国学者、小説家島崎藤村の父で夜明け前の主人公、青山半蔵のモデルとなった人物である。号は白道、聖者、観山老、字は定尾、署名は重官、通称は吉左衛門、中仙道まご塾の本陣、庄屋どんやを兼ねる島崎吉左衛門へ。 将の子として生まれ、長じて、家督を継ぐ。中津川塾の問屋役であった、相田秀則に国学を学び、また、中津川の医師、真島康志すに、工学、漢学を学び、文久三年に、修則りの紹介で、平田厚種の没後門人となる。また自ら孫めに私塾を開いて師弟に教授した。 安政5年以降3度にわたり村内の火災に際して、休民の休日に奔走して、終わり藩から称された。明治2年から木曽谷の勧誘山林の地元への解放運動に奔走するが、同5年に古町を悲鳴される。同7年、上京して、教部省交渉下公員として出資するが、同年、明治天皇の故死に、幽国の歌を書き記した戦争を投げたことで、不敬罪に問われた。 同8年岐阜県水梨神社の宮司となり、県中講義を兼ねるが、同13年に辞職して帰京した。同年、天皇の北陸地方巡行に際し、遊国の憲白を試みて出席されるなど、挫折を繰り返した末に発狂し、家内の座敷牢の中で死去した。ありがとうございます。